皆さんこんにちは、アイリス卓球所のコッシーです。本日の動画はですね、結婚して以来初めて奥さんとダブルスを組みました。一応奥さんの方も北海道の学生の時には北海道で準優勝っていうのは3回ぐらいあるんですけど、全部決勝で別々の相手に負けるっていう、結構男子も女子も、北海道の学生は勝ったり負けたりが多かったんですね。なのでこういろんな人が優勝して、で、その中で何回も2位になってるという感じですね。で、見て分かる通りカットマンです。バックつぶだかですね。で、ちなみに相手のハマちゃんとダブルス組んでるのが奥さんの弟です。彼も北海道で高校生の時にインターハイ予選準優勝ということで、すごい素晴らしいセンスがある選手ですね。ただ最近あまりもう練習をしてなかったそうなので、ちょっと鈍ってる部分もあって、なんか前と違うなーっていう感じでしたね。もう高校生の時には自分とは非常に相性の悪い選手で、前に張り付いて両ハンド振ってくるカウンターいや大丈夫、バックハンドが非常に上手い選手ですね。で、またラケットも、自分のサブラケットの方を使用してやっているような感じです。今年はコロナで、帰省をちょっとできなかった組ですね、ここ4人は。自分は神奈川県出身なんですけど、3人、他3人は北海道出身でみんな帰れなかったということで。楽しくみんなで卓球をしている様子ですね。自分がちょっとチャンスボールを与えてしまっている部分はあると思うんですけど、このバックハンドやこの台上の優しいタッチがいいですよね。自分も今いいバックハンドが決まりましたね。ちなみに自分の奥さんも卓球をするのはいつぶりだろう。前回、奥さんとは言わずに、動画に、カットマン対策の動画など、結構前ですね、に出ていて、今年、5回ぐらいじゃないですかね、卓球やったのが。っていう感じですね。今後、少しずつ、もし、機会があれば、こういった動画にも、出れるように、という感じですね。ここからはしっかり解説をしていきたいと思います。おお、今のレシーブはしっかり自分の中でも読めてたなという感じですね。なんかみんな楽しいラリーをしてますね。今のレシーブなんですけど、自分が台からサーブを出してしまったと。ダブルスで、台からサーブが出てしまうのは非常に危険ですね。そして今のバックハンドもナイスです。これはちょっと台に突っ込んでって相手に圧をかけようと思ったら、見事に自分のいるところに打ってきて、自分が邪魔をしてしまうという感じですね。これハマちゃんも結構楽しい感じでやってくれてるので、実際試合もハマちゃんがマジになったら多分簡単にやられてしまってると思います。そんな感じでちょっと真面目にはやってますが、お楽しみ感覚で試合をやってるような感じですね。見ました、今のハマちゃんのバックハンド、めちゃめちゃボール速いです。自分が打った後にはもうボール後ろにありましたね。すごい球速いですね。それこそ自分大学生の時には、ハマちゃんと組んだのが4年生の時に全日本予選でダブルスを組んだという感じで、大学生の時には、1年生の後半からですかね、ずっと、カットマンとダブルスを組んでいて、
その後、まあ、途中でダブルスをまあ組み替えたというか、自分だけ4年生の時に、パートナーを組み替えてカットマンと組んだ時にも、優勝することができたので、わりかしカットマンとダブルスを組むのは自分の中ではすごくやりやすいですね。それこそやっぱり自分もレシーブを突っつくことが多いので、カットマンが突っつきをしてくれると、ちょっと自分としてもいつものシングルスのような入りができるという感じです。まあ、ということで本日の試合は2セット先取なので、ここで試合終了です。ありがとうございました。